皆さんこんにちは、こいまちんです。本日もよろしくお願いします。今日は、ファイナルファンタジー7リメイクですね、続きをやっていきたいと思います。前回は、レッド13ですね、仲間になったところで終わってたかと思います。今日はその続きからやっていきたいと思います。はい、それではですね、再開していこうと思うんですけれども、前回が、このなんかエアリスがね、昔なんかここで過ごしたみたいなお部屋で終わってたかと思いますね。壁画がめちゃくちゃ綺麗だな。もう少し寝てた方がいいんじゃない？そうそう、クラウドがね、ちょっと具合悪くなっちゃってっていうところがありましたですね。フルメタルロッドですね。これはエアリスの武器かな。お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋、あの頃のまま。絵が本当に素晴らしいですね。レッドサーティーンがまた可愛いっていうね。毎朝、お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。あ、実験されてたのかな。脱出の前に話してくれ、いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り、それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな、でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地、ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつか分かるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも、シンラには何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年が浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。おっとデメンター来たぞ。何なんだよこいつらは。シンラ製の化け物か。フィーラーだ。フィーラー、ああ名前初めて出ましたね。運命の万人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って、運命、言い換えればこの星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと。ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、シンラの犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、
私たちの敵は神羅カンパニーじゃない。きっかけは神羅だけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい。みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道が分からなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。ああ、市長か。おい、何をする？お、やっと会えたって。ウッチじゃん。ウッチ、どうして？お前、大丈夫なのか？エルミナさんのご飯が美味しくて。そんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ。今の何？爆発？近畿アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた？慌てるでない小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。これ暗記せなかん感じかい？本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす。何度も下げたっす。ウェッジ、それじゃあまた後で。時間制限ありとかかな。たくあいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。脱出方法を探る。あ、ちょっとパーティーにですね、エアリスが加わったので、ちょっと武器防具確認していきたいと思います。はい、それでは参りましょうです。さっきの道覚えとかなかん感じだったんかな。普通に迷いそうだけど、宝だ。エーテルですね。なんか絶対なんかありそうだけどね。あ、ここ来たってことは宝が開いてるし、ソールドアウトになってるな。通った道とか全然覚えてないけどな。あ、なんかこの辺を通った記憶あるな。一応ね、遠回りしながら宝物がね落ちてないか。あ、これあれか、さっき戦ったとこか。でかいのとこれかい。あら、あ、これじゃないか。どれだっけ。あれか。こうやって登りまし
ったよね。登った先で具合悪くなったんでなかったっけ。違ったかな。ポットの中の子みんないなくなってる。嫌な匂いがする。この奥だ。どうすんだろう。どかすしかない。どかす。おっとなんか来てるぞ。迫ってるぞ。いきなりバトルか。もっとなんか動物っぽい感じだな。あ、なんか前いなかったこういうの。納得してる場合が。おったよね。とりあえずちょっと以前ちょっと端まで食らいつけ。飛んでけ。しまった。しまった。あ、でもそんな強くないですね。お手みたいな風になるんかと思った。これでこっち行ってここが開いて宝のチェックをして、こっちは開くじゃん。お、癒しのベンチがあるぞ。武器とかちょっと見とこうか。そんなあれだね。よし、オッケー。ちょっとベンチでとりあえず休みましょう。じゃあ開かない。右だっけ。あ、この通路で具合悪くなったんだよ。確かね。じゃあちょっと奥見とくか。宝はなしと。67階。次セフィロスの黒い羽ですね。68階か。なんだここ。北条研究室最北部ですね。壊してやりてえが時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。脱出方法を探るでしょ。これは？あ、しまった。変なことしやっちゃった。ほい、行きましょう。なんかメカニカル、あ、ジェノバかな。一悶着ありそうですね。首なしジェノバかな。あ、書いてありますね、ジェノバ。なんだあれ。ジェノバ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。全部大嫌
ニブルヘイムの記憶ですね。見えてるのか。お、全員見えてるのかな。これ幻影ではなさそうですね。すごい切れ味だ。感動の再会だ。どうなる？素晴らしい。やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。ああ、ここは？だいぶ落とされちゃったのかな？特秘研究施設ですね。この漢字は読めない。整ってきた。あ、これなんかさ、ニブルヘイムにあったポットじゃないの、これ。なんか覗いたらすごい、形相？形相の、なんかモンスターが入ってた時ありましたよね。当然の結果だ。一人で戦わなあかんのか。ん？こっちじゃない？こっちか。こっちがわからんな。あ、ここをくぐるのか。あ、いますな。一人で戦う。あー、レッドサティーナ。助かる。レッドサーティーンはゲストキャラクターとして仲間に入ります。戦闘には参加しますが操作することはできません。了解です。助かります。十分です。オッケー、助かる。無事か？ああ、ティファたちは近くにはいないようだ。探すぞ。あ、はしごと切ったから、みんな落ちたは落ちたってことか。そういうことね。ここは、あ、違うか。壁に矢印アイコンが表示される場所は、あ、壁歩きができるんだ。やるね。私なら飛べそうだ。お願いします。いや、便利だな。
かわいい。やり方がかわいいな。いけない。後ろに行ける場所あったな。あ、宝あるじゃん、やっぱり。危ない危ない。フェニックスの助かりますね。で、あ、ベンチある。オッケー。曲がね、もう売ってないのかな。あ、これ、安売りしてるやつは買っちゃいましょう。で、一応癒しのベンチね。はい、行きましょう。なんか久しぶりに神羅箱見つけた気がする。お、これ何て読むんだろうね。第一研究室。気持ち悪いもんばっか作りやがって。バレットの声ではないのか？バレットとも合流かな？バレットは操作できるっぽいですね。この感じはね。厄介ですよね。なんかガードを解いたら途端に攻撃が入ってきた。厄介だな。お、いけるんじゃないか。ゴリ押しでいこう、ゴリ押しで。あー、向きが違うなり。あのマシンっぽいの動きやすいんだな。大丈夫かい。よいしょ。OK。まだか。OK。ああ、やっぱ動き出したぞ。よいしょ。ああ、ここにもいるじゃん。よいしょ。はい。ああ、やっぱ動き出した、これ。なんか動きそうな気にしたんだよな。これが選別だ。よっ。いった。低いな、これ。もうバレットで行くしかないですよね。とりあえずあれかな、ファーストとかになるとあれが止まって攻撃できるようになるって感じかな。あ、もう終わってたよな。
リジェネしようか。オッケー。よし。大丈夫か？ああ、問題ない。ならいいけどよ。出口か。これからどうする？まずティファとエアリスを見つける。それからそうだね。どっかにエレベーターがあんだろ。邪魔は入ったがやることは変わらねえ。さあ、行くぞ。